よりメグモかアナピダイは小柄な雲の小さな群である。特殊な形の円毛を張るものが多い。大きいものでも体長3ミリメートル、小さい方は1ミリメートルに達しないものがある。形態的には小金雲かやヒメグモかにありそうな格好の雲である。体は丸っこく、頭胸部は縦長だが高く盛り上がるものが多く、腹部は球形か卵型。 目は、基本は二列八眼だが、前中目は、耐火傾向が強く、六眼のものもある。さらに前目消失したものも知られる。より目雲の名は、より眼雲の意で、外套の属で後中目が互いに接するほどによっている、ことによる。糸イ,イボは三体。古い板はなく、舞い母がある。目立たないところに生息する種が多い。小さい種はごく狭い隙間に網を張る。 網の形はいずれも独特で、縁網を基本とはしているが、見かけでは、それとわからないものが多い。より目雲は、渓流沿いの水際にいて、水面すれすれに縁網を張るが、縦糸はやや立体的で、横糸は、所々で水面に接し、あるいはそれらを支える糸があって、不規則網のような場合もある。南部小粒雲は、草の間などに網を張るが、この網は、形式的には、 縁毛であるものの、縦糸が立体的に様々な方向に張られるため、全体を見ると球状に糸を張り巡らせた塊にしか見えない。鎧ひめぐもは、落ち葉の間に、やはり立体的な縁毛を作る。よりめぐもかは特殊ではあるが、縁毛を張るもので、黄金雲浄化に含まれるものと考えられる。同様に縁毛に類する特殊な網を張るものに、カラカラグか、湯揚げかなどがあるが、 これらを含む分についての分類はまだわからないことが多い。分子系統の情報も不足であるが、それより小型であるために見逃されてきた部分、現在新たに発見されている部分が大きい。また、いずれも小型であるために、体の小型化に伴って形態が単純化したり、器官が耐火消失したりといった傾向が判断を難しくしている。 ユアギグモ科はこのトガに含めることもあるし、コツブグモ類は独立のコツブグモ科とする考えもある。鎧メグモは名前の通り、最近までヒメグモ科に含ませてあった。世界に50族240種、日本に4族7種が知られる。以下に日本産の属種を挙げる。それ以外のものについては、よりメグモ科の属種、コツブグモ科の属種を参照されたい。 ありがとうございます。